んなわけないよね。ごめん。なんか見えた。なんか乳首見えてない。この角度から。なに、なに、なんか急にライトついたよ。え、誰、なに。なんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか変なの来たんだけど、わーお。怖え。喋るのこと忘れちゃう。中のでかっ。大きい人いた。ターミネーターか、お前は。はい、どうも皆さん、こんばんは。猛暑が続いてるし、台風も来たりしてるしで、皆さん大丈夫でしょうか。自分はニコニコが2ヶ月近く死んでたことが一番つらかったです。というわけでね、毎年恒例のこの国ごはんのホラーゲームスペシャルを2024年夏もやっていきたいと思います。今回はね、例年よりさらに面白い短編ホラーゲたちを厳選したつもりなので、楽しんでいただけたら幸いです。半分くらいはね、モリミンからいただいたゲームになっております。本当にありがとうございます。では前置きはこれぐらいにして、早速ね、ホラーゲームスペシャルを開催します。というわけで、最初のホラーゲームはこちら。霊室。はい、というわけでね、今回このゴーストルーム霊室を実況していこうと思います。こちらのホラーゲームね、いわゆる8番出口ライク風の、ホラーバージョンみたいなやつらしいです。という、もうそれだけでは早速やってみましょう。では開始。優しいだったら絶対霊障出る。出ないとき、とりあえずこの普通かな。じゃないとなんかね、とりあえず絶対あるんでしょっつって見ることになっちゃうから。で、これでいきます。というわけでスタートしたけど、まだ霊現象発生してません。準備ができたら玄関の机を調べてください。玄関の机、これか。ちょっと待ってよ。一回軽くぐるっと。なんか普通の家の、普通の家でもないけど、逃げられない、逃げられない。オンか。これは別のゲームかな。おお、開いてんじゃん。こういうクローゼットもあり、ベッドもあり、綺麗な部屋だけどね。で、自分は鏡に映らない。はいはいはい、こんな感じっちゃこんな感じか。この辺のどっかの何かがおかしくなるんで、こっちは風呂場とか、結構見る場所なんかありそうだね。どれぐらいその霊障があるんだろうかっていうところだけど、まあ了解。まあもう一気にね、覚えんのこういうの俺ちょっと無理だから、やって覚えていこう。じゃあこれをやれば開始、始める。チュインポン。あ、なんかろうそくが灯す。え、何これ、何灯すって。霊現象を見逃さないこと。霊現象を見つけたらお札を貼り、玄関のろうそくを灯すこと。霊現象が発生していない場合はお札を貼らずにろうそくを灯すこと。一度も間違えずに7つの霊現象を沈めること。まあ、確かに。8番出口風で言っても確かにね。ミスるとまた1からだからね。お札ってなんだろうね。なんか見つけたら出てくるのかな。じゃあちょっと見てみますか。まずはトイレから。隣の。こういう系って結局あれなんだよね。わかりやすいやつとわかりにくいやつがあるからさ。まだどの程度のノリのものがあるかってとこだよな。この手の8番出口風、なんか、冷蔵庫になんかお札マークできたんだけど。ああ、これもだ。あれ、これ冷蔵庫開けるわけじゃないんだ。こんな感じ、逆に言えばこれが出てないところのやつ、怪しいところはないってことなんだろ。この手のやつでさ、ちょっと俺があんま好きじゃないのはさ、それ別に霊現象でも何でもなくて、ただ、色違うだけでしょみたいな。そういう系はちょっとあんま好きじゃないんだよな。ちゃんとしっかりと
変な現象になってどうし。ここお札貼るって書いてあるけど、これ貼れるか、水の中、これがもうすでに怖いけど、ああこれも貼れるから、もうこれ系もなんか出てくるんだ、やだねー。こういうのもなんだ、レモン。別に今のところ時計もにゃんこ時計も普通そうだしないと思うんだけど、なんか変な現象あったかな。まあちょっとやってみるか。トモス、どこでもいいよ、とりあえず。ぼ、え、なになになに、それはどっち、あ、ダメだったってこと、失敗したってこと。まあついてないもんね、火が。どっかに霊現象あったってこと。うわびくしゃい、ウィーイエー、君やった。これは分かりやすい霊現象だったね。はいはいはい。椅子飛び出てくる。で、これで貼って灯すと。おー、着いた。今、右下のやつやったけど、ちゃんと上のやつ行くんだね。じゃあ、さっきのやつやっぱ失敗だったんだ。どこにあったんだろう。さっきみたいな、分かりやすいやつ来てくれ。ぱっと見分かんないけど、時間経過で変化するやつとかさ。こういうやつ動いたらやばそう。もうこれに近づくだけで怖いわ。いやー、なんでわかんねえ。ない、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 恋じゃない。ぼ。どっち？あ、でもダメなんだ、多分。あれ？なんか、ガクってめっちゃなった。今、ガクってめっちゃなった。絶対もうなんか起きるじゃん、これ。あ、でも合ってるってことなのかな。霊現象があった時じゃないと、ろうそくつかないのかな。なんか消えてないもんね、これ、結局。さっき待ってはいたのか、じゃあ。でもなんかさっき書く。うわ、ペイアポー！いや、え、なに、こいつに貼れってことね。これ女の子なのか。でもなんか顔割とちょっと老け顔に見えんこともない。いや、行きたくないんだけど、ちょっともうこれ、服装は可愛いけど。行くか。行きたくねえな。いや、ちょっとマジで嫌なんだけど。いや、でも行くか。行きまーす！意外と近づかせてくれる。貼るってある。貼っていいですか、貼っていいですか。じゃあおでこにペタリンコ。あ、おでこじゃなかったけど、あ、いいんだそれで。あ、それでいいんだ。あ、それでいいの。ワロス、意外とおっぺがある。じゃあ小柄な人なんだね、この人はね。じゃあありがとうね。じゃあね、バイバイ。ふうふ、何やったね今の。特に何もしてこないんかい。はあ、終わった。まあ、あれは分かりやすいパターンだね。負けた瞬間にやっぱ人がいるって怖いよな。水曜日のダウンタウンって番組で、なんかあの家帰ったらなんか無言で立ってる人がいるやつ、あれめっちゃみんなビビってるから、あのノリを感じた。まあ、あと意外と見逃しがちなの、上っかとかね。やっぱ人間、あの自分の視線よりも上のところあんま見ないっていう癖があるから。とはいえ、なんかお札貼れるとこもあんまないな。いや、これ近づきたくねえ。おお、頭。ゆっくりみたいになってる。これエフィジーの材料っすね。まあ、よくあるよ。って言われた。怖っ。やめろって口開けになって。さっきの女の子は、お前何もなかったぞ。そんなことしなかったぞ。動くんじゃないよ、全くもう。よし、三つ目。これ地味にまた後ろ振り向くの怖い。しかしさっきの女の子のパターンでなんか、何、トゥクトゥン、トゥクトゥン、あ、よいしょ、お、冷蔵庫がオープンだ、オープンクローズ、オープンクローズ、オープンオープンオープンクローズ、えい、はい、封印しました。正しく封印した感じがあるね。あ、なんで、なに、おお、びっくりー。終わった、たと思ってからのドン。俺を殺す気やったな、こいつ。ひでえことしやがるぜ。順調順調。わかりやすくて助かるね。4ついけた。あと3つか。今回はないパターンか。まあ、今のところ連続できてるしね。そろそろ箸休めタイムがあっても、なんら不思議ではないよね。うん、多分これはないね。
ない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 。というわけで何もせず灯す。よし。多分これ失敗したらバッて消えるんだろうね。オッケー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 。よし。ふい。一瞬ビビんだよな。すっごい伸ばしてね、頑張ってたよ。おしっこするときなんかチンチン掴まれそう。えい。汚い。なんかちょっと茶色いし。ムジラの仮面でこんなやついたわ。トイレから手出してきて、紙くれって言ったやつ。これはわかりやすかったね。てわけで、あと2個。いや、このままもう行ってしまいたい。今のところ全部、霊障は、わかりやすい感じで、なんか意地悪なやつあんまないな。でもわからん。どっかで急にすごいわかりづらいのやってくるかもしれない。だいぶなんか見る場所分かってきた感ちょっとあるから、だいぶいけそうだけどな。これはないやつか？いや、怖いポスター毎回近づきたくないっす、これ。いい。特に怪しい場所はない。平和そのもの。よし。これは大丈夫。これは、ナスティングです。うわー！嘘あったの？あー！消えちゃった！なんだったの？あー！マジか。なんだった？どっか出ておかしかったか？やっぱ地味めのやつあんのか。ほわー。悔しい。手もなんか無駄に入ってきやがって。くっそー。順調だったのに。さっき何だったんだろう。今回も見当たんねえけどな。ちょっと地味めっぽいのが一個あるっぽいよな。まあでも今回はそれには当たってないと思いたいけどどうでしょう。ちょっと一回でもああいう見逃ししちゃうと、まあ、全てが信用できなくなっちゃうね。やったれい。ああ、セーフね。これ何もなし。どんどん来いって。これ霊現象をやらないと進まねえから。今んとこお風呂とか全然ないね。いやー、どうなんだ？また見当たんないぞ、今のところ。こういう絵もあるもんな。さっきこういう絵とかおかしかったんかな。でもなんか全然見当たんない。二連続なんもないとかあるかな。さっきみたいに俺が見逃した、なんか地味なパターンかな。なしですか？二連続？本当に？これで違うって言われたら、なんかちょっといろいろわかんなくなっちゃうな。結構ちょっと、今回反省を踏まえて、もうちょっといろいろ見てんだけど、それでも俺がガバっている可能性があるってこと？まあ、やるだけやってみるかも、これ。どうせまだ一個も灯してないし、ダメで元もうと。いや、でも出てくるの怖い。あ、マジで二連続なんもなしかい。二連続なんもなしはやめろって。ん？あ、なんかシミが、赤いシミがついてる。トマトジュースケチャップ、トマトジュースケチャップってなんだ。こぼしちゃったみたいな。これですね。この汚れですね。間違いない。おーっと！すごいすごいすごい。いつの間に。俺めっちゃこぼしてた？ごめん。ほんと、なんか見えた。なんか、乳首見えてない。この角度から。ちょっと怖すぎ。あ！乳首。ショタッコ乳首？でも別にこっち、俺を向いてんのかなって、こっち見てるだけだった。さっきから思うけど、これ近づいてもなんもないね。ほら。お前に貼るわけじゃないんだね。なにこのちっちゃい乳首。ちょっとショタッコみたいなのになってるけど。ちょっとこれで。なんか少年少女みたいに出てくるけど、絶妙に可愛くない、ね、なんか、霊現象を見つけた後に、さらに来るのやばいね。さっきの、ああいう、あれちょっと地味っちゃ地味だもんね。あの手のやつを一個逃したんだろうな。あ！赤ーい！赤ランプになってる。まあ、これはね、わかりやすいっちゃわかりやすかったね。ピタッ。あ、なんか余計赤くなってない？なんか。怖い。
大丈夫？いや、なんか赤くなっちゃった部屋が。やだ、大丈夫これ。俺が戻るまでの間に変なことしない？するなよ。絶対するなよ。絶対するなよ。やめろよ。ああ、戻るんかい。なんやねん、もう。それはそれでいいけど。いや、いいんかな。もうリセットされたからまだ5回やんなきゃいけない。おぉ!TV。あのもう、放送時間外の時のやつ。えい！あ、消えた。怖っ。この貼った後後ろ振り向くのまあまあ怖いんよな。大丈夫。なんか変なの映ってくるかなと思ったけど、そういう演出はなかった。お札のおかげで消えてくれて助かる。だけど3つ。いや、これなんもないと思いたいけどな。ここ平和村であってほしいけどな。ナムサン。おお、来た、ついに。絶対赤い水来ると思った、お風呂。これはもう予想してたね、正直。これどこにあるんだろう。お血がまた出てきちゃったのね。お、待って、壁一面にもすごい。もうすごい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 。あっちゃこっちゃ。シャワーで流して。大丈夫、また変なやつ待ち伏せしてない。さっきの乳首くんが。よし、大丈夫。乳首は来なかった。乳首よし。風4つ。今んとこあれだよね。電子レンジとか使われてないもんな。冷蔵庫ぐらい。え？やばいって。ポスターの顔消えてる、あの俺がすげえ怖がってたやつ。え、ちょっとまずいよ、それは。近づきたくない。絶対怖いやつ、これ。うわぁ、最悪。これ絶対お札貼ったらなんか出てくるでしょ。音か来る音かが。逃げられない、逃がさない。音かエビセン。行きます！イェイ！こわぁ。なんもないように見せて。うわぁ、嫌だ。嫌だ、嫌だ、嫌だ。ああ！はい、あと2個ね。分かっててもダメだった。絶対あの顔いつか突っ込んでいくんだろうなってずっとビビってたけど、ここの制作者さんはあの期待を裏切らないでくれるね。ありがたいね。ありがとう。そろそろ1回ぐらい何もなしフェーズが来てもおかしくはないが、さっきもな、この5個まで行った後にミスったからな。ちょっと次は失敗したくない、まあ、油断せずちゃんと。あっぶねー。今俺こっち見てたから、おっぱいですんだけど、これこっち見てたら、このアングリーフェイスで俺死んでたわ。わーお、残念でした。窓があったから入れません。ペタン。びっくりした。とりあえずこれで6つね。おー、あと真ん中だけ。残り1個。あとヒット2。あとヒット2。あと1つは見すぎたくないぞ。うん。てーん。てんてれれれれーん。あんたも好きね。なんかやらしいライトになってない？なんかエッチな感じのライトになってない？これ。え？なにこれ？どこやりゃいいの？これ。エチチライトになってない？これ。え？なんこれ？なんこれ？なんこれ？エチチライト。は、これどこに貼りゃいいの？これ貼る場所がわからない。ライト、え、でもこの上貼れないんだよね。でもあっちもなんかエッチな雰囲気になってるの。これ、あ、こっちはエッチじゃないのか。こっちがエッチ、あ、こっちがエッチだな。こっちは見たらね、ちょっと白になるもんね。どれどれなの？日記か。あ、日記だ多分これ。ほら、ちょっとわかりづらいけどさ、なんか日記ちょっと染みついてるもん。赤い、こういうことじゃない多分。これで違うって言われたらちょっとわかんねえけど。あ、え、ぐっちょ、なんだ、え、にゃー、わー、にーふー。なんやねん。なんかワーワーされただけなんだけど。
なんか目の前から来るのかなって身構えてたのに。よっしゃ、これでコンプリート、キラーン。おお、これでこの部屋浄化された。この霧みたいなもやは消えないんだね。脱出ホイ、やったー、クリアだー。レッツゴーストルーム。いやー、なかなかライトな感じでね、楽しかったね。驚かせてくるところは驚かせてくるし。でもあとどれぐらい霊現象残ってんだろうな。霊現象1覧ってある。ああ、でも結構もう揃えてんの。これ何、このハテナ、ここの赤枠は何なの。白枠の部分があと7個で、赤枠の部分があと5つある。はあ、なんだろう。ああ、多分あれだ、この難しめっていうやつの、なんか霊現象がきっとあるんだな。というわけでね、普段だったらちょっと全部の霊現象を見てみるっていうのをやりたいんですけど、ちょっと他にもね、ホラゲスペシャルのために撮りたいゲームたちがあるんで、ちょっと一旦ゴーストルームはここまでにして、ちょっと余裕ができたら、全霊現象回収パターンとかもね、やってみたいかなと思ってるんで、ちょっと一旦ここで霊室ゴーストルームはおしまいにします。なので楽しかった。ライトな感じで楽しめて。というわけで以上がゴーストルームでした。またねー。あ、しかもなんか身長意外と低い。子供なのかな。何、はあ、そんなわけないよねー。